お侍様、化け物がいるんです。昨夜現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノして何を見た。川の子、カッパです。妖怪の確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください。カッパは空腹のはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやる。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。跡が続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。盗みも働いておるはずだ。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。
父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、族だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。ノリオだ。だが他の僧がおらぬ。皆は怪我人の手当てだ。私は方針らを探して連れ戻してきます。もう事で我らの助けを止めろ。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。弓を見て差し上げましょうか。これでハヤブサをもう落とす一夜を放てるでしょう。酒井様、またその説はどうも。シノ、無事に着いたのだな。ことなき道中でした。妖怪とは無縁の今、手当ての方法を教わっているんです。父君も喜ぶぞ。きっとこの島は呪われてるんだ。ノリオ、他の僧はどこだ。矢筒を新しくいたしませんか。お譲りできるのはこれだけです。お役に立ててください。ここで良い知らせをお待ちしてください。
けろ、プロ。Yeah. Nope.
してやる。ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞお受け取りください。Cinta, eh? Beach boss! Hot dog now! What's up, Dodger? ルギンの野営、石川先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれぬな。別の
の数が前より手に入りにくいものが揃ってますよ。では壊されてしまったんだから、稲荷様へお参りする人が増えてるってことか。誰にも言ったことないな。昔死にかけたことは。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。恐れながら数が足りませんね。鉢合わせたんだ。まあ地頭様と一緒に戦おう。鉢も槍も扱えないだろう。稽古すればいい。もし武士を知らぬか、弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。Hasha yavcho. Alternik. Gosho, gosho. Chata khwesh.仲良くやっていこうね。こっちに寄ってこんか。腰抜けども石川先生が危ない。
Simpson haben es nicht gefunden. かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。どうしよう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 。まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が。申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬を過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。
つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。よし、巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。門をつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の技術。折衷だ、日本式との名。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。